で、アイカルテの設定を次に説明したいと思います。で、左上のメニューボタンから、設定に関わるものは、すべて設定の中に入っております。で、医療機関情報ですね。タップしていただきまして、で、こんな感じで、医療機関情報、医療機関名称も、厚生局に届けて、厚生局に届け出を出している通りに入れてください。で、こちらの都道府県っていうものは、公費に関わってきますので、必ず入力をお願いいたします。で、住所と電話番号も届け出た通りに入れてください。はい。で、下のチェックボックスなんですけれども、こちらは昔のレセコンを見ていただいて、同じようにチェックを入れていっていただければなと思います。はい。たくさんありますね。はい。で、メニューから、公費に関してなんですが、開いていただくと、12番から53番まで国の公費に関しては入っています。で、その下の88番以降ですね、に関しては都道府県によってこちら番号が違っていますので、はい、初期で都道府県の公費に関しては入ってきます。で、市町村の公費に関しては、入ってはいませんので、右上の追加から、号別番号の制度名称とかをですね、こんな感じで入れていくと、患者負担とかも1回いくらまで、もし決まっていれば入れてください。はい。で、ここは各市町村によって違ってきますので、持ってこられたら持ってこられた時に入力していけばいいのかなと思うんですが、もし心配であれば、昔のレセコンに入っていて、今稼働してる公費だけ入れておくといいのかなと思います。良ければ OK を押します。で、設定から次、物販と自費ですね。で、物販自費に関しても、登録の方法は全く同じになっています。で、物販を開きます。こんな形で適当に振っていただいて、こんな感じで入れていきます。で、注意点なんですけれども、こちらに関しても、税込みの価格で入れていただくようにお願いいたします。ちょっと今のところ税金の計算ができないです。で、良ければ OK を押していくと。はい、で、保持されます。では次ですね。投薬注射に関しまして、で、こんな形で、検索から入れることもできるようになっています。で、ここにチェックを入れていくと、カルテ入力の際に投薬のボタンを押した時に上がってくるようになっています。で、ここでよくある質問なんですが、バッテンを押しちゃうと、チェック入れたのに消えちゃうんじゃないかなと思う方がいらっしゃるみたいなんですが、ここはバツを押していただいても保持されるようになっていますので大丈夫です。はい、で、概要も同じように委員様で取り扱いのあるものをチェック入れていくという形になります。ですかね。で、薬状に関してなんですけれども、こんな形で院様でほとんど取り扱いのあるようなものは画像ですとか形状とか効能とかはもう入っていますが、なかなか歯科医院で一般的に取り扱いのないようなものに関しては、ここの画面のところから院様ごとに入れていっていただくっていう形を取らせていただいてますので、もし空になっていれば登録の方お願いいたします。
処方箋であれば別にいいです。であとですね、アイカルテの中で切り替えの時にお薬がないっていうような問い合わせもあるんですけれども、一応保険請求できるマスターは全部入っていますので、もしなければちょっとそこあたり疑っていただければなと思います。で、良ければ OK を押すと。で、設定ですね。で、合剤なんですけれども、アイカルテの合剤の定義っていうものが用法用量が全く同じものに関してのみ登録できるようになっています。で、お使いのレセコンに関しては医院の処方に応じて、登録できるようになっているメーカーさんもあるとは思うんですが、アイカルテに関しては用法用量が同じもののみの登録になっております。で、よければ OK を押すと。で、合剤で、画像診断も一応デフォルトではデジタルになっています。で、もしアナログのレントゲンとかそういったものをお使いであれば、ここでアナログに設定をお願いいたします。はい、OK をします。はい、で、材料ですね。で、材料も充填材料とかそういったものをここから入れていっていただくようになっております。で、何も入れていないと、カルテ記載の際に何も出てきませんので、まあ、入れておかれると楽かなと思います。ね、まあ、取り扱えなければいいです。で、充填材料とあと接着材料も点数によってここ違いますので、もし院様で1か2か分かんないっていうことがありましたら、取り扱いの材料を買われているところにどれに該当するのかっていうのを聞くといいかなと思います。あと、よく忘れてらっしゃるのが根治の薬剤ですね。ここも入れてらっしゃらないところが最初ありますので、ここも忘れずに入れておいてください。良ければ OK をします。はい、では次、介護保険ですね。介護保険も事業所番号ですとかそういったものを入れるところがこちらになってきています。で、事業所番号を入れていただいて、基本オンラインで請求される方多いと思うんですが、もし CD 媒体で請求する場合とか、あとは特別な地域とかそういったものはこちらのところからチェックを入れるようになっております。で、会計ですね。で、会計を押しますと、差額繰越いつからしますかっていうものが出てきます。で、こちらは練習中に差額とかそういったものを発生した場合に繰り越すということになってきますので、本稼働の日に合わせておかれるといいかと思います。で、印刷も、押すと、印刷設定はこれ必ずカスタム印刷でお願いいたします。で、あとは領収書の控えがあるのかないのかとか、そういったものは今印刷で稼働されているものに合わせてやっていただければと思います。一応アイカルテですね、カルテは黒と青で印刷していくんですけれども、カルテだけ白黒印刷にしたいっていうこともできるようになりましたので、これはこちらからチェックを入れてください。で、最後その他ですね。抜歯部位を当月のレセプトの PV から除外するとか、あと、歯周基本治療時に姿勢を初期選択にしますっていうようなちょっとしたチェックができるようになりましたので、これは院様で使いやすい方を選んで初期選択したければチェックを入れるというような形になっております。はい、で、あとですね、今日ご用意している資料の中にアイカルテの導入前確認リストというのがありますので、あとはこちらを見ながら、
準備を進めていただければなと思います。あとインターネット環境とか、あとはそうですね、設定済みましたかとかチェックをつけるところがついていますので、これを見ながら準備進めていただければと思います。あとよくあるあるなんですけれども、物の準備としまして、意外と印鑑に行くとアイカルテ領収書が英語の紙になっていますので、英語の紙がないっていうのが本当に多いです。なのであらかじめ買っておいていただくようにお願いいたします。でカルテに関しては A4 とあと B5 とどちらかで選んでいただけるというふうになっています。あとプリンターの初期充填のインクっていうのも結構すぐ切れたりしますので、一つ買っておかれることをお勧めします。で設定も終わって本稼働しますよね。で本稼働して、で月末に確認試験をやっておくと一番いいかなと思います。なので社保からですね、オンラインの請求のキットが来れば担当者の方にご連絡いただければ設定に伺います。はい、で5日から10日の間に本請求なんですが、一応1日から4日の間っていうものは社保国保含めてシステムにアクセスできないようになっていますので、そのあたりご注意いただいて、ちょっと余裕を持って最初の方慣れないと思いますので準備していただければなと思います。はい、そんなとこかな。で、その他もろもろの細かい設定とか、病名の打ち方ですね。で、アイカルテインストラクターが張り付いて教えに上がるっていうものはありませんので、iPad に入ってますサポセンですね、はい、こちらからアイカルテの今日ご説明した運用イメージの導入ガイドっていうものもありますし、あと細かい症例の入力ですねとかいうのはアイカルテのチュートリアルっていうものがありまして、こういったカルテの入力例なんかも一番下の方にありますので、分からなければ一旦こちらを見ていただいて、それでも分からなければアイカルテセンターにお電話をお願いいたします。